SPC の人材コーディネーターの小江隆です。今回なんですけども、普段あの社長がメインで一人で話す動画が多いんですけど、あの社長があの誕生日ということで、あの社長に誕生日サプライズをしたいと思います。何しようかなと思ったんですけど、社長が普段その撮影してる時にこう、腰が痛いっていうのをちょっとぼやけてたので、ぼやけてたっていうのも言い方なんですけど、ぼやいてたんで、今回はあの整体師さん、背骨の整体師さんを呼んで矯正をしようかなと思います。矯正的にね、矯正っていう感じで、まあそういうのもあるんですけど、はい。これから社長を呼んで整体さんの方も事前に準備をしてもらって、で、社長には事前に運動着の方をあの持ってきてっていうふうに言ってるんで、持ってきてくれると思うんで、それで社長を待ちたいと思います。最高の自分スタイルを掲げる SPEC 代表本田正幸が若者へ伝える今日のテーマは、あはん、せーの、本田社長誕生日おめでとうございます。あのちょっとこちらの方に来ていただいて、そう家があるので始めます。そうです。スタイルさせていただいている山田と申します。よろしくお願いします。今日社長さんにあの健康になってもらったので、あのお誕生日プレゼントやってもらいます。はい、マジですか。背骨コンディショニングを来てもらいます。ではお座りください。捨てられるよ。個人情報だよ。モザイクしますね。ちゃんとモザイクでも。あるな。全部つけていただいて。本当ですか。全部つけてください。タワーも、モグラも、しびれがありますね。打突神経痛。ああ、そうですね。すねも痛いな。あと、心臓がね、最近動きがするんですよ。おお。僕の体というよりも、俺のストレスの研究があそこにあるので、やつをなんとかですね、これをもう強制していただきたい。そのためだと結構お金払います。ありがとうございます。ちょっとお手数なんですけど、同じ人もありまして、はい、2枚同じものなんで、まず一番最初はですね、女性の疾患に対して反すのは出費が多いとないですね。社会勢力には S 社会と言わ先生の疾患はないですね。一部は僕の方で預からせていただいて、はい、一部あのこの担保で持っていただくようになります。はい、体の部位部位に非常に腰が左に傾いてるんですよ。はい、お父さんって歪んでるものなんですね。はい、で上半身はもうこんだけの歪みが出てるよっていうところなんですけど、はい、それをちょっと押してみます、ね。はい、神経これですね、痛いですか。その顔いらないんだけど。これ右なんですよ、右の方が。左は背骨を正しい位置に戻していってあげて、神経のこういう位置を抜いていくと、一番目は熱出ちゃってる。こっちの方はまだ大丈夫です。右の神経引っ張れてるんで、右の痛み。で、首の神経、指先まで伸びてますから、はい、不安ですか。いや、なんか、俺の痛いポイントをお前たちに知られるっていうことの方が不安だ。急所みたいな。これですね。痛みます。超痛い。こっちは、あ、そっちの方が痛い。あ、はい。よくやってる。そんなに痛いんですか。痛いよ。神経張ってると痛いんですよ。すごっ。人殺せますね。あ、これ痛みで人は殺せないんですけど、背骨を、はい、
直すんじゃなくてずらしていくと、はい、多分人殺せます。逆にね。軽く、はい、そのまま内臓の方にまで移動できる。なるほど。心臓にもともと何かがあって、そこから歪みになるものもあるんで、首って左右振り向けます。はいはい。痛み出ますか？大丈夫ですか？痛くないです。左に振った時に痛いですか？左に振った時に左に痛いな。 OK です。そしたらですね、ちょっと仰向けになってみます、はい、頭当てて、はい、ちょっと股関節もチェックしていきます、ね、はい、立ってみてみましょうか。そして上まで右手だけ上げてみましょうか。右手だけ、はい。キリ感ありますね。よかったです。シャキン。ちょまだキレはないですね。あ、そう。じゃあここからちょっと矯正していきましょう。はい、1ミリずつこう押していってるような感じなんで。ちょっと左側行きます。時間かかります。治るまでは。どうしても。僕も全てのストレスはあいつに。全てですか？現場のスタッフは一生懸命働いてくれるので、まだ僕はできていないと思うんですけど。残念ながら毎日ゆっくり起き上がれます？気分悪くないですか？ああ、全然大丈夫です。でもう一度。よし。天ぷらなんとかしてみましょう。すいません。バットはさすがに怖いね。ちょっと回りますね。あと顎ですね。顎はこれ痛いですか？大丈夫です。大丈夫ですね、はい、これさっき痛かった。これ僕も大丈夫。立ち上がります。どうですか体の感じ。首、肩。おお。やべえ、超えたから見えた。大丈夫。先週さっきこの辺までだったんですけどね。あ、やべえよ。だいぶ見えます、はあ、確かにだいぶ曲がってきます ね。あ、やべえ。あ、すげえ。さっきよりさらに曲がる。こうですか、ね、はい、で曲げていただいて、はい、もう横に開きます、はい、本当に肩甲骨寄せるんです。戻します。ペインこっちですけど、はい、こっちも一緒にやってもらっていいですね。なるほど、はい、ああ、え、でここら辺がもう、そうですよね、こうなってますね。やってもらっていいですか。お尻、足、ショーダーですね。いい足、足肩の高さに、はい、親指上に行ってもらって、はい、もうがいいです。肩効くな。肩も内側。大丈夫ですか？大丈夫ですか？OK です、OK です。わー、肩痛え。痛いと思います、最初。どんどん動かしてもらった方がいいです。なるほど。で、これ肩放して踏みます。はい、だからここに、ガランと手ついて、はい、どうですか？はい、膝とつま先少し外向きましょう。外。10回。30回。足は30、30なんで60回ですね。10やったら10やって、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 10やって。なるほど。はい。でもやるのは週2回でいいです。きゃー。これは効きますね。はい、まだ5回ぐらいしかやってない。何が？なんかやり方を覚えたんだ、今。これ以上やると次の動画にお前だろ。いやいや、ほんとすごい効くわ。あざーす。20代の若者で将来の不安、仕事の不満、今より人生を明るく過ごしたい人は
本田正幸が代表の SPEC 公式 LINE に匿名で無料相談。はい、ということで今日はスタッフさんからシェボネコンディショニングプレゼントされましたけど、いかがでしたでしょうか。いや、もうなんか最高の気分だね、本当に。うん、いや、こんなにね、体が軽くなって目もなんかスッキリした感じですね。あ、よかったです、よかったです。本当、はい、ぜひぜひ皆さんと背骨コンシェルジュの何さんです。山田です。山田さん、背骨コンディショニング。あ、コンディショニング、背骨コンディショニングの山田先生です。はい、ここら辺になんかこうね、ホームページからね、はい、インスタの紹介を入れていただいて、ぜひぜひ、はい、また調子悪くなったらお願いします。はい、どこでやられてるんですか。僕は場所を一個に構えてなくてですね、出張式、川崎茅場町高円寺自由が丘、川口笹塚っていう感じで、それどっかのレンタル会場。あ、レンタル会場で、はい、お客さん来てもらえるようにして。あ、そうなんですか。それも全部あれですか、ホームページとかに出てるんですか。あ、出てます、出てます。あ、そうですか。はい、一箇所やっちゃうとどうしても体悪い人たちやっぱばっかりなんで。あー、なるほど。遠くになっちゃうと大変なんで、ちょっと今のところよく構えな、へぇー、はい、やらせていただいてます。歩く、歩くじゃねえな、何、歩く背骨コンディショニング歩くじゃねえな日本を股にかける背骨コンディショニングの先生でした。はい、もう本当爽快な気分ですね。はい、ぜひぜひ。予約するときはホームページから。ホームページからでもいいですし、DM、インスタグラムからいただいてもいいですし、何でも大丈夫です。はい。わかりました。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これですか。はい。あの人も書きます。ダルビッシュさん。へえ。ダルとペア。すげえ。